はい皆さんお疲れ様ですこまめです今日はですねあの話題になっている日大雨太部のですねあの薬物問題で記者会見がありました林真理子理事長がですね記者会見を行ったんですけれどもまあ結果ねあのやっぱりっていう感じだったんですけどもこれねあの今日のですね今日8月8日なんですけども今日のですねあの15時 あの00分から始まったんですけど結構ねあのこのエンカウントっていうところが早くまとめてくれててですねなんとあの16時14分まだこれ多分ね あの記者会見あってたと思うんですけども、仕事早って感じですよねで、ちょっとね。内容を見ていきたいと思います。で、今回の記者会見ですね。あの理事長である林真理子さんとあと学長さんですね。で、もう一人なんですけども、このあの沢田副学長さんっていう方3人でこうやられたんですけども、このねほとんど中心はですね。この沢田さんっていう方、沢田副学長さんっていう方でやられてました。まあ、この人がね。あのなかなかあのよくあのおしゃべりがうまい方でしかもちょっと。 うん、威圧的な感じも受けたんですけども何かねあの元検察かなんかにいらっしゃったのかな,なんかそれでちょっといろいろ詳しかったみたいでですね話をされてみたいあの話をされてたみたいなんですけども、まあね、ちょっとね内容を見ていきたいと思います澤田副学長まずは学生に反省をさせたいと日大 アメリカンフットボールの部員の畠山成文容疑者21歳が覚醒剤と大麻を所持した疑いで逮捕された事件を受け日大の林真理子理事長と酒井立夫学長を 競技スポーツ部を主管する責任者の澤田康弘副学長らが8日東京の九段南の日本日大本部で記者会見をした注目度が高く会場に約200人の報道陣が集まった、まあ、注目度高かったですよね今回の記者会見はこのビッグモーターの会見以降あのなかなかあのに匹敵するぐらいのものだったんじゃないかなと思います帝国の午後3時,1分3時から1分後林理事長は酒井学長 林理事長と酒井学長らが登壇した冒頭林理事長が神妙な表情で挨拶をしたその上今月2日林理事長自身が報道陣を前に違法な薬物が見つかったとかそういうことは一切ございませんと否定し大学も同様の見解を発表したことについて言葉ただずでしたと謝罪したまあこれねあの林理事長まだ知らなかった可能知らなかったってこともないかもしれないんですけどまあ もうどっちにしてもこの段階じゃ隠蔽もできなかったでしょうしね、あのまあ、これもう本当ここ、この段階でも隠すつもりっていうのは、もしかしたらなかったのかなっていう気もしますし、ちょっと分かんないですけどね。 でそして旧体制の勢力が残っていて林理事長はお飾りだとの一部報道についてとても残念ですとの会見を述べた続いて酒井理事長が問題の経緯を説明したまあお飾りなのは間違いないでしょうねでも,もうちょっと運が悪いですよねこの人もあんなこんな時にですね理事長になってしまってでちょっとね敬意を。 ここでまとめててあるんで見ていきますますずですね6月30日、警察から大麻を使用している可能性があると連絡、まあ、もちろん、ね、この前にもあったああのそういった連絡はありましたし去年の、ね、10月の29日でしたかねその日にもあの保護者会からですねまず何かやってるんじゃないかみたいな話はあったんですけども、まあ、都度です、ね、あの調査してもやっぱりこの見つからないで、この6月30日も、ね、あの警察から連絡あったんですけども大学が調査しても見つかりませんでした。 で7月の6日にです、ねまあ、再度警察から大麻使用の可能性があるという連絡があったんですけれどもでこの時にあに持ち物検査をしたり、まあ、聞き取りをしたりしてあの、まあ、ここで、ね、やっと発見したそうですでこの、ね、結構持ち物検査というのもか,かなり緩いみたいで、まあ、緩いかどうかちょっと分からないんですけれどもあの、まあ、強制的に、ね、あの引っ張かしてやるというよりかは、まあ、学生に、ね、自分からこう提出してくださいみたいな感じで出させたって言ってるんですけどど、まあこれ、もうちょっと厳しくやってよかったんじゃないか かなと思います私が中学校の時の持ち物検査なんてひどいもので,です、ね、テスト中にあの勝手にこのカバンを開けられてです、ね、このゲームボーイを持っていかれた記憶があるんで,です、ね、もっとあの厳しくやってよかったんじゃないかなと思うんですけれどね。 で7月18日ですね相談してるんですけども問題はねこの10 6日から18日の 12, 時間12日間に何をやってるんだっていうのがですね、まあ、今回の会見の一番のポイントじゃないかなと思います。でまあ 19時の日にですね。警察がま不審物を鑑定してで、結局まああのま大麻とあの覚醒剤を含むあの成分が入っている物質だったよ。ということは分かったんですけれどもで。まあ3日の日にですね。あのまあ、逮捕されてしまいます。で、あのまあそういった流れだったんですけどもまあ、その他。 昨年10月29日のアメフト部保護者会開催後保護者の方からマ麻を使用していないのかとの調査以来翌30日に部員121人に聞き取り調査をしたところ同11月下旬に部員1人からマ麻と思われるものを吸ったという自己申告があり警察に相談したものの証拠がない事実の証明がない学生には厳重注意などし ななどどの指導を受けたなど明らかにしたしかし、この状況は林理事長には報告されていなかった、うん、やっぱりあのお飾りですねで、どうなんですかね、この学生がまタイマーを吸っただけって言ったら、やっぱりまこの程度のやっぱりものなんですかね、もっとこの厳しい処置が、いきなりね,あのなんですかね寮の家宅捜索とか入ったりっていうのはやっぱりないんでしょうね。で 同事件をめぐっては大学側が7月6日畠山容疑者の部屋を施錠可能な収納ボックスから植物,植物再編と錠剤が発見されていた12日後の同18日に大学からが相談を受け警察警視庁がこれらを押収集し鑑定の結果覚醒剤と大麻と判明今月3日アメフト部の留学が不足されたもっと早くして,してよかったと思うんですけどねで植,物植物再編などを大学が発見 験してから警視庁に相談するまでのの空白の12日間これが問題されているが副学長がこれを釈明したそうなんですもうこの、ね、12日間何やってんだと普通に考えたらですねこんな長い期間があったならばあの本当に、ね、薬物を抜く期間っていうふうに、ね、あの思われても仕方がないですしあの実はこの間、ねあの、この副学長さんこの植物再編対面、まあ、を、ね、預かってたって話なんですけどもこれ、所持していたことになってこの人やばいんじゃないかなとちろと思ったんですけどその辺どうう。 なんですかね、まあ、本人はねあのその時はもうあのタイマーかもしれないけど大麻じゃないかもしれないからよくよく分かんないけど扱ってたみたいなこと言ってたんですけどねそれはどうなんでしょうね。で澤田学長が私が茶葉のような不審物を発見した時に感じの感じではビデオの 微量でカスのような感じでした。タイマーのカスかもしれないと思いました。覚醒剤の状態については認識できませんでした。すぐに警察に鑑定を依頼しなかった。は、まず学生を反省させたいと思いましたが、本人が自主できるような状況ではありませんでした。って、これなんですけども、まあ、これがね、あのー。十日間、ブランクが空いた理由なんですけども。この、まあ 本当に、ね、自主させたかったとその場で自主制やと言ってすぐ自主させたんであればまだまだ話が分からなくてもないんですけどもこの。 本人がね、自主できるような状況じゃありませんでした、要は12日間自首、まあ、しなかったんで、ですねもう勝手に通報して、あのなんか対魔みたいなやつあるよみたいなことで、まあ、言えばよかったんでしょうけど、これね、もう絶対、多分他の部員とかが、もしかしてですね、あのー、やってたりしてで、尿検査とかがしてもばれないようにやってたんじゃないかなというふうに、としか思えませんし、このねあね、あの本人の会見を聞いてても、なかなかね、ちょっと釈然をしない、釈然としない。もうよく意味が わからないような感じでなんかグダグダな感じでしたね。で私の責任で保管しましたやっぱりこの人保管してるんで結構やばいんじゃないかなと思いますね大麻、まあ、じゃわからなかったとか言ってますけどうん分かった。 自習を促したってことは分、まあ、かってたっていうことなんでしょうから、まあ、その辺はねちょっと今後どうなるかっていうのも見ものなんですけどもで7月で前期が終わる時期で日中にヒアリングができず大学として調査を続けていたためすぐには警察に相談できませんでしたそうあの大学の試験があってて忙しかったんであのヒアリングできなかったんで、まあ、それもちょっと警察に相談できなかったっていうあの言い訳なんですけども相談じゃないですよね。確実にこれは通報する べき案件であってあのもう全然こ,うこの辺が、ね、あのもう隠蔽だなって感じがしますね、まあ、隠蔽とは言ってないんですけども実質隠蔽ですよねこの辺はでこの対応について報道陣から適切だったと思いますかと質問された林理事長ははい対応は適切でしたと言い切った、まあうん、まずかったとはさすがに言えないでしょうけど、まあ、この人お飾りなんでですね、まあ、まあそう言うしかないのかなと思いますでそして昨年11月下旬に自首した 学生が畠山容疑者かだったかについてはあの林副学長は捜査に関わることですので話せませんとにとどめたってなってるんですけどこれね、ね要は大麻を使ってたのが1人だったのか2人だったのかっていう問題が絡んできてるようです。もしし人だったとしたとらですねこの部品 寮内で蔓延してたんじゃないかっていうこの可能性が大きく膨らむんでですねまあその辺はねあのちょっとどうなったのかわからないですけど11月にですねあのさっきちょっとあの文の中でもあったと思うんですけどもあの自分やりましたよという人がまあ1人あの出てますでそれと今回あのいいかなあの学生の寮の中を調べて 覚醒剤と大麻が見つかった。この畑嫁畑北畠容疑者まあ、これがね。ドイツ人物かどうかっていうのはね。ちょっとあの今回のことはちょっとわからなかったんですけどもまあ、ちょっとどうですかね。もしこれがね。本当複数というかですね。2人ないしもっとね。人数がいたとしたらですね。これはかなり大きい打撃になってくると思います。で、これがね。ちょっとまあ逮捕者も出てるんでですね。 あのどのくらい調べが進むかっていうのはちょっとわからないんですけど、はあ、まあいつものごとくうやむやになってしまうんじゃないかなと思います。もしね、あのこの続きがあの後日談が出てなんか話がまた膨らんできたらですね、あの動画取り上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。